はい、こんばんは、12月の20日金曜日ね、金曜日またやってきました、ソーラです。今ね、忘年会本当にシーズン真っ最中ですよね。今日もね、居酒屋さんとか、いろいろな飲食店とかでね、まあ数人から数十人、まあ、数百人のホテルを使ったパーティーもあるのかもしれない。そんな忘年会のね最中の方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、物流関係の方はね、この年末年始の仕入れ等で今本当に車をトラックを飛ばしてハードなお仕事の最中かもしれない。またいろいろなねテーマパークも今が稼ぎ時っていうところなんでしょうね。車を運転中の方はねちょっと飲めないでしょうけどね、車を運転中の方で聞いてらっしゃる方ももしかしたら、いらっしゃるかもしれないですよね。飲めないところに申し訳ないですけど、あの頃二人のアパートは裸電球眩しくて、貨物列車が通ると揺れた。二人に似合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけどお酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずにキャベツばかりをかじいてた。そんな暮らしがおかしくてあなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで悲しいことだと知りました。今でも時々雨の夜赤ちょうちんも濡れている屋台にあなたがいるような気がします。背中丸めてサンダル履いて一人でいるような気がします。赤ちょうちん、なんで居酒屋さんのねあのちょうちんって赤ちょうちんなんでしょうね。でも黒いちょうちんとかねだったら変だし、変ですよね。白いちょうちんってのも変だし、まあ、バカなんですかね。赤いネオンが呼んでるとかいろいろ象徴って言われますけどもね、随分この古い歌をね、ちょっと歌ってみました。久しぶりに歌うとね、なんていうか、あ、この歌が流行ってる頃ってって、まあ、なんとなく記憶が蘇ったりするんですよね。じゃあ続けてね、行ってみたいと思うんです。これも結構古い歌ですね、バンバン。でもこの歌ね作ったのって新井由美さんなんですよね。まだ松任谷さんと結婚される前の新井由美さんが作詞作曲だって皆さんご存知でした？ご存知なかったでしょう。実は僕も知らなかったんですね。でしかもいちご白書のいちごってね、昔子供の頃ストロベリーのいちごと思ってたんですよ。
で白書っていうことの意味もね、いちご、えっ失礼しました、あのをね、あのえっもう一度、好きなことやってますね、いちご白書をもう一度。今途中からギターが飛んでったってちょっと状況わかんないでしょうね、うん、あの今ちょっとありえないそのネックをね掴んでる左手の方がねこのベロン、うん、まあいいや、あのちょっと自分でこんなことって起こるんだってことがやっぱ起きるんですね。いつか君といた映画がまた来る、授業を抜け出して二人で出かけた、悲しい場面では涙ぐんでた、砂をな横顔が今も恋しい、雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかに蘇る、君も見るだろうか、いちご二人だけのメモリー、どこかでもう一度僕は無精ひげと髪を伸ばして学生集会へも時々出かけた、就職が決まって髪を切ってきた時にもう若くないさと君に言い訳したね、君も見るだろうか、いちご白書を二人だけのメモリー、どこかでもう一度二人だけのメモリー、どこかでももう一度。稚語白書息継ぎのねブレスの場所をね、なんていうかあの間違えたおかげで、うん、妙な あれになっちゃいましたけどね。あ、今日はね、
いつもねこの歌い慣れている自分の、まあ、そういうのレパートリーっていうんですかね、では全くないやつをねちょっと挑戦してみたいと思うんですよ。でまあまあ雰囲気をね味わって、いただければいいのかなという感じでちょっとやってみたいと思います。あなたが船を選んだのは私への思いやりだったのでしょうか。別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。港に沈む夕日がとても綺麗ですね。あなたを乗せた船が小さくなってゆく。夜明けの海が悲しいこと、あなたから教えられた海岸通り、あなたの言う通り妹のままでいた方がよかったかもしれない。あなたがいつかこの街離れてしまうことを優しい腕の中で聞きたくはなかった。まるで昨日と同じ海に波を残してあなたを乗せた船が小さくなってゆく。はい、海岸通り、伊勢正三さんの作られた歌なんですけど、イルカさんも歌ってたのかな、イルカさんが歌ったのかな、海岸通り。ウィトムパーってね、いや全然今の意味ないんですけど、そういえば昔かぐや姫のねコンサートでどういう場面か分かんないですけど、コーセスがね突然もちろんファーとかで言ってる、あれ付録のそのシートだったのかな、唐突に思い出したんですそれ、だから何っていう脈絡ないんですけどね、ちょっと思い出してちょっと言ってみたっていうか、まあなんて僕って自由なんでしょうっていうかね、わがままなんでしょうというか、なんか知りません、昔レコードね LP だったと思うんですけど、そこにねこうおまけのそのシートがね、そのシートとペラペラのレコードみたいなね、でそういうのってありましたよね。でその中でね結構僕覚えて、あれそのシートじゃなくてライブ、かぐや姫ライブってやつかな、ちょっと自信ないな。でもねなんか覚えてるのはね、そのシートの中でね付録でついてたやつで、大阪のお嬢さんっていうタイトルだったから、あれがねあれもしかして即興なんですかね、よくわかんないんですけど、ね、ちょっと今できるわけじゃないんですけど、夏が来る、夏が来たかな、来た、大阪に夏が来た。
大阪の可愛いお嬢さん、どこへ歩いて行くのかな、通天閣かな、すびたばだ、少女は足元に落ちていた小さなかりんとう、少女は手のひらに乗せ、そしてつぶやく、かわいそうなかりんとう、あなたはいつも一人ぼっち、私がお友達になってあげるわ。お嬢さん、それは犬のうんこです。こんな感じのね、多分ねコードもねメロディーも違うんですけど、思い出したからっていちいちねこの歌わなくてもいいんですよね、なんていうかね、楽しいんです、こうやってね、なんか思いつきのままにね、右行って左行って、どこ歩いてたのかだんだんしまいに忘れて、大体今何を歌う、これ D ですね、 D のハーモニカ、 D のハーモニカはねいっぱいあるんですよ、いろいろ。あ、そうだそうだ、思い出した思い出した、思い出したけど、これねよく知ってる、そう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 、そうですよ、戻りました。結婚式でねよく乾杯って歌われるんじゃないですか、乾杯。昔のね、あの弾き語りで長渕剛さんがやってる頃のバージョンと、なんていうんですか、ちょっとこうヤクザ風のね、トンボとかね、なんかのそういう役をやってからなのかな、うん、2つのバージョンがあってね、最初の頃はねなんか結構もう叫んでね、もう血管切れそうな歌い方してて、僕あれはあれで好きだったんですよ。でそうかと思うとね、後の方はねまたちょっと ねこう歌い方がね、コード一緒なのかな、これ。かわいいぞなり思いを寄せてなんですね。長渕剛さんのファンの方もごめんなさい。昔は固い絆にみたいな、なんとか乾杯か乾杯、なんだコード忘れた、か乾杯、まあいいや、僕は僕で歌う、長渕剛さんのね真似をしたところで真似できるわけないし、なんかでもね面白かったんですよ、ね、リメイクされてからのねあれがね、本当でも結構ねコロッケさんだったかな、真似しててね、あそうそう、グッサンっていうんですか、山口さん、あの人ね芸達者でね、昔の長渕剛さんと今の長渕剛さんのこの違いは何なんていうのをね、坂崎さんとねなんかどっかのステージでやったのがあってね、すごく面白かったんですよ本当に。昔はねこう叫びで歌ったのが、今さっきガッエエウアエなんて大げさにやるもんだからね、一人で受けててっていうか、今も僕一人で笑ってますけど、その乾杯をね、できんのかなこれ。でも頑張って歌いますね。ディレンディな。絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらいたがったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたのを、ふるさとの友は今でも君の
心の中にいますか。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。キャンドルライトの中の二人を今こうして目を細めてる。大きな喜びと少しの寂しさを涙の言葉で歌いたい。明日の光を体に浴びて、振り返らずにそのまま行けばよい。風に吹かれても、雨に打たれても、信じた愛に背を向けるな。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立つ。遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。君に幸せ。ありがとうございました。なんでここで笑っちゃうんですかね。まあとりあえずですね、まあうん、まあコードもね、コード決して難しくないんですよ。難しくないのにね、なんていうか、あの歌詞をね、あの歌詞カードあるんですよね、まあ、いわゆるフォークソング全集みたいなのが。でね、これちっちゃいんですよ、 A4 番で。でね、こう開いてるんだけど見えないんですよね。あのコードも見えないし、歌詞もねよく見えないし、で顔こうね、こう近づけてね、もう背中を丸めてね、まあ、そんな感じでね、この、まあ、歌っててね。で、なんていうか、その自分のね、そのもしこれね、このカメラがついててね、このビデオでね、この配信できてたら、もう皆さんきっと笑いますよ、これ。なんていうか、亀のようにね、ドラゴンボールの亀仙人じゃないけど、本当に背中に甲羅があるんじゃないかっていうような感じでね、背中丸めてね、歌って、まあ、その今、歌手って言いましたけど、今ね、これね、一通りこうパーッとこう見ながらいろんなのこう歌ったりして、あれも歌ったことある、これも歌ったことあるってなると、今度はあ、じゃああれね、例えばですけど、じゃああれ歌ってみようかなってパッと開いてできるようになるんだろうし、まあ、少なくともね、このなんていうんですか、この目がね、このなんていうか、裸眼なら裸眼で見えないし、こう眼鏡をかけてもね、この見えないというかね、じゃあ何やったら見えんだって感じなんですけど、今ね、こうパラペラッと乾杯でしょ。で、これ愛用順で乾杯ってペロッとめくったらね、希望、あ、希望って、あ、泉拓さんが作曲したんだね、これね。フォーセインツって知らないな。ドラマチックな内容だが、ストロークは淡々とダウンストロークだけでもいいとか書いてあるんですよ、これ。どんな歌だっけ、これ。あ、歌詞見たら思い出した。ダウンストロークだけですか、これ。
りづらいな。ちょっと やってみていいですかね。あでもあ知ってるなこれ。キーキー、あ思い出した。希望という名のあなたを訪ねて遠い国へとまた汽車に乗る。あなたは昔の私の思い出、ふるさとの夢、初めての恋。けれど私が大人になった日に黙ってどこかへ旅立ったあなた。また会う日まで。あ、違った。ごめんなさい。いつかあなたにまた会うまでは、私の旅は終わりのない。こんな歌ですよね。でもね、これ音符が載ってるんでね、コードも載ってて、コードはいいんですけど音符が載ってるから、その音符をメロディーラインで追って歌ったつもりなんです。まあ、大体合ってますかね。まあ、知ってらっしゃる方はちょっと違うよって。でもこれね、今歌いながら、あそっかってちょっと思っちゃいましたよ、今更ですけど。希望ね、うん、なるほど。希望、うん、希望という名のあなたを訪ねて遠い国へとまた汽車に乗って、あなたは昔の私の思い出、うん、希望っていうのがあったんですね。で、ふるさとにあったんですね。そして初めての恋、全部希望だったんですね。でも私が大人になったら希望がどっかに行っちゃったのかな、うん、でもいつかまたその希望にね、また会うまでは私の旅は終わりのない旅って、ほとんど歌詞読んでんじゃないですか。これね、今の1番なんですけど、2番と3番もあるんですよ。まあ、なんか似てる歌詞ですね、ほとんどね、うん、あ希望ってありましたね、そういえばね。で、希望こうね、かきくけことがこうずっとこうね、こうめくって、あ君の誕生日って僕の大好きな大好きなガロじゃないですかこれ。あそうですねこれね、ガロだ。ちょっとこうちっちゃくて見えないですけど字がね。ピアノの曲でしたよね。好きな歌とか言いながらね、君の瞳は100万ボルトってありましたね、これね、こういうのね。なんか
今ね、なんかこう珍しくそのね、見えもしない歌集なんですけど、こうページをくりながらね、背中を丸めて、これどうなんだっけ、これ結構、あれこれって慣れしたっけ、堀内ベーアンが歌ってたですよね、谷村さんじゃないですよね。あ、でもそうだ、堀内さんが歌ってんですね。でも作詞が陳平さんと谷村さん で作曲がベーアンなんですね。ベアン、そうやね、コロッケさんのね、モノマネベーアンね、面白い、なんというかコロッケさん面白いんですよ。ベーアンね、堀内孝雄さんはね、歌ってる時にあちこち周りに蚊が飛んでるみたいなんですよねって、あっちの顔を見てこっちの蚊だか灰を見てキョロッキョロッとしてるんですよなんて、まあ、ちょっとね、もしこれがね、本当映像付きのねライブができるようになったらね、僕手品とかね、顔くしゃくしゃにしてね、いろんなモノマネとか結構得意なんですよ。みんなお笑い系ですけどね、だからそういうのね、本当ねやりたいな。なんかこうね、声だけだとねできないんですよね。君の瞳は1万、あ、100万ボルト1万ボルト1、10、100、1000万いちいち、カウントすなって感じですよね。これあれですよね、なんか飛び色の瞳ねみたいな感じの歌ですよね。でも僕へそがねちょっと曲がってるからね、あえてこの君の瞳は100万ドボボ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 ボ、今日はでもおとなしい髪型ですね。君の瞳はね100万ボルト、これをねちょっと途中で挫折するかもしれないですけど、バラードっぽくやってみちゃったりしてみましょうか。相変わらず猫背になってね、見えない字を追ってます。このね1番と2番、1コーラス目とね2コーラス目がね、この1行目2行目にこうくっついてるじゃないですか、歌手って。でね、紛らわしいんですよ、この目の悪い僕にとってはね、混ざっちゃったりしてね。扉の瞳に誘惑の限り、金木犀の咲く道を、銀色の翼の馬で駆けてくる、20世紀のジャンヌダークよ。君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の天使。君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の天使。眩しすぎる朝に出会った時の、そんな心のときめきを、知らぬ間に振りまき消えていた。季節外れのミストレル、oh! 君の瞳は一万ボルト、地上に降りた最後の天使。君の瞳は一万ボルト、地上に降りた最後の天使。ね、最初ねバラードでね、途中からなんか原曲って感じだったかなっていうふうにね、ちょっとバリエーションを変えたというほどのもんじゃないんですよ。バラードで歌っててね、なんだかちょっと間延びしすぎてね、歌いづらいからね、変えただけの実にわがままな動機なんですね。でこれ書きくい、これずっと言ってね、これ次のページは今日の日はさ、これキャンプファイヤーの歌ですよね、これね。で
あのでもね懐かしいかなこれ。ああ今日の日はさようならね。これって D じゃないですか。あいい感じですね。こんな感じかな。なんかこう何ろうそくじゃキャンドルサービスか。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーで歌いませんでしたこれ。今日の日はさようなら。いつまでも耐えることなく友達でいよう。明日の日は夢見て希望の道を。そういえばね、キャンプファイヤーってあの中学の時やったかな、高校の時のね1年生だったかな、移動教室っていうのがあったんですよ。やっぱりね、移動教室じゃない、なんていうんだ、林間学校っていうのあの行ったんですよね。でね、あの2クラスか3クラスごと行ったのかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけどね。で、まあ、今に比べるとね、まだギター弾く人って少ないじゃないですか。でね、あのもうね、ギターね、もう夏休みになる頃にはね、もう僕はこうギターでね、ジャカジャカもやったり、外でもね歌ったり、中でも歌ったり、またみたいな、もうだからね、もうギターはねもう持ってき、ましたよ。あのなんていうか、でね、ずっとねギターの伴奏ですよ。で歌集みたいなのまた好きで作ったのかな、誰か、それともあれ学年で作ったのかな。でね、いいんですけど、その時ね僕覚えてるんですよ。なんとか16歳にもかかわらずね、あの結構なね、あの高級ギター分不相に持ってたんですけど、まあ、その中でね、あの12弦ギター持ってたモーリス、確かモーリスだったと思うんですよね。モーリスのね12弦ギター持ってったんですよ。12弦ギターって厄介ですよ。12本も弦があってね、1本切れるとね、で全部取り替える時も大変だし。でそこにね、キャンプファイヤーの火の粉がプチ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 飛んできてね、暗くて分かんなかったんですけど、翌日ね、その表板にプチ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 跡がついててね、で、なんていうか、こう泣くに泣けなかったというかね、悲しいというかね、あのそんなのもありましたね。え次、こう書きくく、ちょっと適当にめくったら、禁じられた恋っていうのがね、ありますね。これ違うでしょ。ね、禁じられた遊びですよね。はい。じゃあ、こう聞く、結婚しようよってありましたね。僕の髪がってやつですよね。あ、恋はね、好きなんですよ。あのこれはね、こう身がね締まっててね、まあ、白身魚なんですかね。あれがねまた美味しいっていうか、何を言ってんですかね。恋の恋って本当滝登るですかね、っていうか登るわけないですよ、よく考えたら。まずちょっとね、なんていうか、まあ、そんなのはいいですけど、この恋ね、恋、これはいつもギターでやってますけど、これはキーが A なんですね。 A っていうことはちょっとハーモニカを K のハーモニカで合うんですかね、これ。これ多少コード歌詞見えなくてもなんとか なるかなってちょっと思ったりしてますので、そうは言いながらその歌詞を近づけてるんですけどね。恋をね、ちょっと今日はハーモニカでね、やってみますね。
愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりは消して、あ、ごめんなさい、これこの間もやっちゃったんだ。部屋の明かりはね、つけておくんですよ。何かの後で部屋の明かり、でも部屋の明かりってつけとくもんですね。なんか消したらなんかちょっと冷たいですよね。すいません、なんかね、どうしても部屋の明かりを消しちゃうんですよ。お行儀がいいもんだからね、節電でね、ついついこう消す癖がついて、歌もねつい消しちゃって、すいません、変なところで。はい、じゃあ今度部屋の明かり消しません。愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけておくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。多分あなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に、短い手紙添えておくわ。今度生まれて来ると知ったなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど今度はヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。でもまあまあ即興の割にはね、まあまあですよね。自画自賛する空ね、本当におめでたいですね。
子、子が終わると幸子もね何度も歌ってますよね。いいなんつってね、昔仮面ライダーでね出てきたあのショッカーの戦闘員って言うんでしたっけ、あれいい、あれいい以外にね喋らないと思ってるでしょ。僕もねそういうイメージなんですけど、実はねなんかいつもほら黒ずくめのタイツ着てるね、いいっていたじゃないですか戦闘員が。あれね確かね喋ってる場面があるんですよ。なんていうかね、まあどうでもいいですけど、あの声優さんも同じギャラもらってたんですかね。いいはいいんですけど、いい、あれいいのハーモニカどこだ、いいどっか行っちゃった、いいいいがない、いいですね、親父でも言わない親父ギャグですね。いいがない、そうなるとこのハーモニカホルダーは邪魔ですね、うん、痛いじゃない、ギターにぶつかっちゃったの、思わず痛いって言ってしまいました。そうギターと僕はね痛いだけに一体化してんですよ、痛いだけに一体化、2回言うな。ああハーモニカあればな、なんとか、まあ、こんなとこでこうねぶつくさ言ってもあれなんでしょうけど、歌詞がちょっと見えにくいな。まあ幸せ、じゃあ幸子っていう歌をね、バンバ広文、あそっか、バンバンの時に一応拍手をもう一度って出したけど、そうなんですよね、僕もねこの歌集見てて思ったんですよ、バンバ広文さんってバンバンですよね、昔深夜放送やってましたよね、幸子ヒローマジでね、幸子、うん、これソロになってからっていうことなんですかね多分、うん、イントロとか全くねこのイメージないんですよ、キーがいい、結構高いんですよね幸子。じゃあちょっとやってみましょう、ちょっとマイクがねギターマイクがぶつかりそうな感じです。見えにくいな。まあいいか、まあいいかっていうのもなんですけど、はい、じゃあ幸子もうね行きます。ちょっと譜面をね今ちょっと動かしてごちゃごちゃやってます。いて僕が痛いんです。今ギターのヘッドをねちょっとテーブルにつけちゃいました。じゃあ、幸子イントロはなし。大体僕イントロないですよね、突然歌っても。幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない、いくら心が綺麗でも醜いアヒルのこれは嫌だと泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。時は思い出すまでそばにいるよ。
幸せを話したら五分あれば足る不幸せ話したら一晩でも足りない幸子という名は皮肉だと自分に宛てた手紙燃やして窓に遺体を押し当てて家を出たいとつぶやいた使っちゃいました。失礼いたしました。ありがとうございます。はい、ね、まあ、作業まで来たんです。心の旅って懐かしいで、心の旅ってね、小学校の時かな、シングルレコードでね、買ったんですよね。で買ったんだけど、これ未だに覚えてるんですよ。これ2番でね。どこだったかな、にぎやかだった街も今は声を沈めて、どっかね一箇所ね飛ぶんですよ、いつも。でもう買った時から飛んでて、でその飛んでるまんまでずっと覚えてるから、なんていうかね、融通が効かないというか素直というかね、ちょっと信じられないかもしれないですけど、心の旅のね2番目、普通にリズム取ればね絶対におかしいのにね、その飛んでるまんまで覚えてて、で、特にね、これ弾き語りの曲じゃないじゃないですか、どっちかというとね。で、バンドとかね、そういう特にこう心の旅っていうのをこうカバーにしろ何しろやったことってあんまなかったんですよ。歌はよくしてたし、学校の帰りに口ずさんだりとかした記憶もあるんだけども、でもそこだけね、そういうなんかレコードが飛んでる通りに歌っててね、なんでお前そんな風に歌うのって言ったら、そうなってるんだよって言ったような感じの記憶がね、なんか残ってるんですよ。でね、大人になってからね、もう途中のね、途中で分かりましたよ、中学か高校か分かんないけども、あれがもう飛んでてっていうか、正しくないっていうのも途中で気がついたんだけども、改めてね懐かしくて、大人になってからですよ、心の旅、チューリップのねこの旅聞いた時に、どうしてもね頭の中にね、その2コーラス目で一箇所こうプチッと飛んでるんです。本当に歌詞はつながってるんだけど、ほんの一瞬プチッと飛んでるんです。そのプチッと飛んでるのに慣れすぎてて、飛んでないのを聞いた時に妙な違和感があって、なんか怖いですね、習慣というかね。で、そう、でもね、弾き語りがね、あんまりこうやる人いないでしょって言ったけど、僕ね、なんというか、とあるね、その女性アーティストの方で、で、心の旅をね、ギターで弾き語りされてるのをね、聞いたときに、
この曲弾き語りでやるんだって、であそっかよく考えてみたらね、どんな曲でも弾き語りでアレンジってできないことないんですよね。うん、でそれ考えたらなんていうか、また良かったんです。それが原曲をね追っかけるのもいいんだけども、あこういう心の旅があるんだなと思って、すごくね、なんていうか、聞き入ってしまって、良かったんです、その心の旅がね。だからちょっとね僕もねやってみたいと思うんです。これはねF ですね。あだから今夜だけは君を抱いていたい、ああ明日の今頃は僕は汽車の中旅立つ僕の心を知っていたのか、遠く離れてしまえば愛は終わると言った、もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んで、このまま連れ去りたい。ああだから今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は汽車の中、にぎやかだった街も今は声を沈めて、何を待っているのか、何を待っているのか、いつもいつの時でも僕は忘れはしない、愛に終わりがあって、心の旅が始まる。ああだから今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中、僕は汽車の中。弾き語り心の旅ですね。この曲ね、なんかね、好きなんです。もちろんねチューリップの原曲も好きですよ。好きでしたよ。好きですよ今でもね今日はね、A4 版のねちっちゃなねこの見えない歌集とねこの格闘しながらね、あ作業をこうペロ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 って変ですね、舐めてるみたいで、ペラペラですね、ペラペラめくってって出てきましたよ。なんていうかこれもキャンプファイヤーで歌ったんですかね。ちょっとあんま懐かしいからやってみようかな。これって加藤和彦さん、北山治さんが作詞、杉田二郎さんが作曲、杉田二郎さんが歌ってたんですかね。二郎ズ、そうですね、二郎ズ、戦争を知らない子供たち。これはキャンプファイヤーで歌ったかな。でもなんか歌集に載ってた気はするんだけど。
奏が終わって僕らは生まれた。戦争を知らずに僕らは育った。大人になって歩き始める。平和の歌を口ずさみながら僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ、若すぎるからと許されないなら、髪の毛が長いと許されないなら、今の私に残っているのは涙をこらえて歌うことだけさ。僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ。皆さん一緒に、歌ってください、手拍子も入れてください、お互いに聞こえないでしょうけど青空が好きで花びらが好きで、いつでも笑顔の素敵な人なら、素敵な人なら、誰でも一緒に、誰でも一緒に歩いて行こうよ。綺麗な夕日の、綺麗な夕日の輝く小道を、僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ、戦争を知らない子供たちさ。なんかキャンプファイヤーを思い出しちゃいましたね。キャンプよくあの歌詞をね、歌詞言うじゃないですか、あの先にね、皆さん一緒に歌ってくださいって。僕ね、ザ・コスモコンバーズっていうロックバンドやってるんですよ。でね、そのなんて歌だったかなちょっと忘れちゃったんだけど、あの歌詞をね言うんですね。で言うんだけども、あの難しいんですよ。あの完全に歌詞を、まあ歌詞カード見てもいいんだけど、あの歌詞を先取りして言わなきゃいけないでしょ。例えばこれだったら、あのこうチャ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 ン、戦争が終わって、戦争が終わって、僕らは生まれた、僕らは生まれたってやるわけじゃないですか。でそれをね、本番の時にね、僕ねこれ、戦争が終わって、戦争が終わって、僕らは生まれた、僕らは生まれた、戦争を知らずに、戦争を知らずに、僕らは育った。すごくね言いやすかったんですよ。で練習の時はね、本当にねこう神経使って、で早くしてパッと言って、でこうボーカルに入るでしょ。ちょっと何の歌か覚えてないですけど、結構ね新しい最近のね、なんとかいうグループのなんとかっていう歌ですよ。もうさっぱり分からないですね、それじゃね。でこれね、後から歌詞でね、横でベースやってるね、そのバンド仲間がね、こっち見てね近寄ってくるんですよ。でもほらノリで、なんか背中合わせてこうやったりとかあるじゃないですか。でリードギターが寄ってきたりとかね、まあ、ドラマはねドラムごと寄ってくることできないですけど、キーボードとかね。だから僕はてっきりね乗ってきたんだと思って、でそしたらなんか、歌詞ね、後になってるよっていうか、あの先だよとか、まあ、そういうことを言いたかったんだろうと思っても、で周りのねメンバーの顔を見ましたらね、もうドラム叩きながらねこう笑ってるし、キーボードもなんかこうね笑いながらやってるし、
で客席もね笑ってんですよ。でもねそれね笑う歌じゃないんですよね。もう悲しい歌ではない、ノリのいい歌なんだけども、あれね、あの実はね打ち上げでねビデオを見るまで僕気がつかなかったの。あのどうもね歌詞がね言いやすいと思ったんですよ。あれね、なんか あのねそれそう、あのね、あのまあ皆さんあんま興味ないかもしれないですけど、そのね時のVTR がね多分どなたかがね撮ったのをなんかいただいた気がするんですよ。何の曲だったかな、本当にちょっと忘れちゃった。聴けばそれそれとか、まあ、でも新しい曲ですよ、ここあの数年のね、あのノリのいい曲ですよ。こう手拍子がねこうあのなんか入るようなね。でもしその映像が出てきたらね YouTube にアップしようかな、まあ、みっともないですよね本当にね。なんとかただこう笑いを取るだけ、しかも本人ね結構真剣にやってるから、それね別に受け狙いでやってるんじゃなくて、あの真剣に最後までこう、ね、ノリノリでやったんですよ。ね後から自分で見て、で打ち上げでねこうカパーイってやった時に、なんだよこれ、うん、後から歌詞言ってんじゃん、だから言ってんのにさ気がつかないんだよなとかってさ、最後までこうね、最後までだったと思いますよ、やりきりましたね、うん、すごくね歌詞言いやすかったです。当たり前ですか、うん、戦争を知らない子供たち ありましたよね。あ、そうそう、あのね、あと先生から一気に飛んじゃいました、遠くで汽笛を聞きながらってあるでしょ。これはね、こうライブハウスなんかでね行った時に、これねセッションでねやったことあるんですよ。でしかもね、出番が終わってね、僕ね自分のねステージの前はね、炭酸類とかね、もちろんビールアルコール飲まないんです。で水以外大体口入れないんですよ。何かね食べ物入れてもこのゲップが出たり、なんていうかこう腹筋で歌うじゃないですか、腹筋で歌うんですよね、腹筋で歌うんですよ。だから腹筋で歌うって言い方変ですかね。だからねゲップとかね、なんていうかこう出やすいんですよね。遠くで来てきてよ、聞きな、キャ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 、今日の髪型はちょっとおとなしいですね。遠くで来てきてよ聞きながら、これはねセッションでね、あじゃあこれドラムやります、知ってますあの曲、あ知ってます知ってます、じゃあ私キーボードやります、じゃあじゃあソラさん歌って、でじゃあ途中の合図テンポを取ってね、じゃあでエレキがいなかったのかな、でハーモニカ、それそうだそれそうだそれアップしちゃおう。もうねみんなね一通りこうねそれぞれのバンドとか、まあ、僕は弾き語りで終わった後にね、もう自由にセッションやってね、で遠くで汽笛を聞きながら、まあ、もうみんな知ってるから、で一部のコードがねこう分かんないとかなんとか、大体もうキー何でやりつつもその場でパッと決めてね、このなんていうかやりましたよ。これキーはね D フラットなんですね。でそれ本当ねみんな酔っ払ってね、でも気分よくね、酔っ払ってて別に泥酔してたわけじゃないからちゃんとね音になってんですよね、ドラムもベースもね、まあ、自慢じゃないけど僕もねギターね酔ってる、まあ、酔ってるってことではないんだけど、まあ、ちょっと一杯飲んで気分よくね歌ってたっていうか、うん、まあちょっとこれをねやってみようかな、うん、悩み続けた日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心を閉じたまま奇跡を聞きながら何もいいことがなかったこの街で。2番いきますかね、いきますか。俺を見捨てた人を恨んで生きる
より幼い心に秘めた虚しい涙の捨て場所を探してみたい。遠くで汽笛を聞きながら何もいいことがなかったこの街で。歌ね、よかったですかね。でもここまで来たんだから3番も歌わせていただいていいですか。せめて一夜の夢と泣いて泣き明かして自分の言葉に嘘はつくまい人を裏切るまい。生きて行きたい。遠くで汽笛を聞きながら何もいいことがなかったこの街で。いや、まあ外しましたね。でもいいですよ。今ねシラフなんですけどね、シラフよりこの間酔っ払ってた時のがなんか外してなかった気がするんですけどね。っていうか外してても分かんなかったのかな。ちょっとその音源聞いてみないと分かんないですけど、それちょっとね確か残ってるんですよ。僕整理整頓してないんだけど確かあるはずです。酔っ払いいきなりセッション、遠くで汽笛を聞きながらもう片手にビール、僕は飲んでないですけどね、僕ボーカルやってたから片手にビールやりながらねなんかやった記憶がなんかあるんですけど、でもねその後というか後日ねその音源を送ってくださったあの方まあ、送ってくださって聞いた時にはねなんか酔っ払ってる割になんかちゃんと音まとまってんなーなんて思った記憶があったんですよ。だからせっかくだから YouTube にアップしちゃおうかな。なんか今日は本当にねこうページをめくってねこうずっとあこういうのもあるんだな、あなるほど。でもそろそろね自分のいつもねこう歌ってる曲をね少し、やらせていただこうかなとちょっと思ってます。そうですね、片思い行こうかな。片思いはねハーモニカですよね。ハーモニカ、ハーモニカでね僕ね声がねでかいから話さなきゃいけないんですよね。これはどうだったかな。A のハーモニカ D、 はい、A のハーモニカですね。たまたまね歌詞がちょっと横にあったんでそれを歌っちゃっただけなんです。これ特に他意はないんですよ。よし、じゃあ久しぶり、あれこの間もやったかな、ハーモニカ付き、片思い
この間ね、久しぶりにハーモニカ吹いたらね、下手くそでね、後からね、このね、このライブの音源聞いたらね、すんごい下手くそですね、ハーモニカ。ハーモニカはね、こういう感じでやるんだ、やんだなって人にね、お偉そうにね、言ってんのになんかもう聞いててね、聞くに耐えないぐらい。今日はもう少しまともにできるかな。片思い、あと浜田省吾さんのね、歌ですね。人のことなどもう忘れたいよ。だってどんなに思いを寄せても遠く叶わぬ恋なら気がついた時にはもう愛していた。もっと早くさよなら言えたならこんなに辛くはなかったのに。ああせめて一度だけでもその愛しい腕の中でこのままそばにいて夜が明けと泣けたなら歩く恋人たちすれ違う帰り道寂しさ風のように癒されぬ心を持って遊ぶの微笑み優しさだけだと知っていたのにそれだけでいいはずなのに愛を求めた片思い愛を求めた片思い。片思いという歌です、今日はね、なんか自分なりには結構ハーモニカ気持ちいい、気持ちいいっていうのも変なんですけど受けたかな。じゃあね、もうそろそろね、結構な時間がいつもですけどもう調子に乗ってやってますから、最後の曲って言わないところがね、
あのくどいですよね僕って。あの本当に歌いたくてしょうがないんですよ。もうあの一人でもね本当にあの歌うんですよ。あのぬいぐるみ相手にねあの歌ってね、うん、ぬいぐるみがね座りが悪いんですよ。あのカピえどんなんだっけカピバラ、あ違う違う月のアグマかな、なんかねあるんですようちにねぬいぐるみが一つ、でねそれがね座りが悪くてねそれをピョンと立ててね、で、まあ、観客に見立ててるとかお客様に見立ててると、まあ、そんな深い意味ないんですけども、でそうすると歌ってる人たちにペタッと倒れたりするんですよ。そしたらコケってあれコケたのみたいな感じでね、うん、あのこの間もねあの言ったんです。歌うたんびにね、この歌詞にね新しい発見をしてしまう歌ってありませんかって、聞いたんですけど、結構ね僕そういう歌多いんです。で、まあ、歌詞ねあのよく間違えるんですよ。でもそれはね、まあ、ちょっとこう、目つぶっていただいて、なんていうか前歌った時にはね引っかからなかった、引っかかって間違うっていう意味じゃなくて、その時に歌った時にそこの歌詞がね妙に心にねなんていうんだろう、例えばあのビールとかね好きな人だったら分かるかもしれない表現なんですけど、こうすきっ腹でね喉乾いて飲みたい飲みたいビール飲みたいっていう時に冷えたビールをキュッと飲んだ時のあの、染み渡るあの感じ、うん、ちょっと違うかな、まあいいや、言えないよっていう曲なんですね、郷ひろみさんのね、三部作あのバラード三部作の一つでね、残りの二つもね、たまに歌うんですよ。ここでは歌ったことないしライブでも歌ったことないんですけど、残りのねバラード2作もねちょっと、歌ってみようかな今度そのうち。じゃあ、言えないよ。笑いすぎた君が涙細い指で拭ってる、その笑顔に会いたくて僕はおどけるのさ、もう全部隠さずに打ち明けようと何度もしたけれど言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ、夢だなんて君にと唇がほら絡まわり、ひとつ前の恋の話いつか僕に話したね、安心して頼られるたびに弱気になる、ああ君を誰かにねさらわれたなら耐えられないくせに言えないよ、嫌なんて誰よりも君が近すぎて言えないよ、恋だなんてお互いを知らない季節に時を戻せたら、
君を嫌いになる理由を100まで数えるけど、一人ぼっちの夜が来ると強がりまで降り出しさ。言えないよ好きだなんて、誰よりも君が近すぎて、悲しいよ夢だなんて、君に届きそうな唇がほらから回り、言えないよ好きだなんて、誰よりも君が近すぎて、会いたいよ今日も一人、瞳が君のこと抱きしめるから眠れない。でね、さっき引っかかるとこなんですよって言って、で今日はね、いつもと違うコードにしちゃったんですけどもね、最後のね、会いたいよっていうフレーズが、言えないよ好きだなんて、誰よりも君が近すぎて、会いたいよ、で今日も一人、瞳が君のこと抱きしめるから離れない、これってすごく優れた文学的表現ですね。瞳が君のことを抱きしめるからって、こういうのなんて言うんですか、隠喩法って言うんですか、あの瞳が君のことを抱きしめるから眠れない、いいな、いつもは歌詞として歌ってたけど今日はなんかここに引っかかったな、なんかわかる気がするんですよね、瞳、まぶたのね、裏にね、忘れられないって言ったらね、忘れられないって7文字になっちゃうじゃないですか、でもね違うんですよじゃあね、まあ、じゃあねっていうのも変なんですけどもね、まあ、同じくね、やっぱり歌うたんびにね、好きな、ちょっと高いんですけど頑張って、これだけ歌ってくるとね、さすがにもう2時間以上歌ってるんですか、もしかして歌ってってですかって、非常に無責任な言い方ですけどね、あのロードショーっていう歌ね、僕これ好きなんですよ。でね、先に言っちゃうとね、まあ自分の、ね、気に入ってる歌詞を、ね、押し付けるわけじゃないんだけども、なんとかあの女性がね、大好きなあの付き合いしてたんだろう男性とお別れする歌なんですよ。でそのお別れの、ね、決定的瞬間っていうのが、一緒に行くはずだった映画、一人で行ったんです、一人で寂しく行ったんでしょうね。そしたらその映画館のロビーでね、その自分の彼氏と行くはずだった映画館のロビーで彼氏を見ちゃったんです、笑顔の彼氏をね。でもね、自分と一緒にいて自分に向けてくれる笑顔じゃなくて、誰か知らない女性に笑顔を向けて、それを見ちゃったわけですよ。あ、なんかチキン肌になっちゃった、鳥肌立っちゃった、なんかそれね、これね、なんて言うんだろう、こういうのって感動っていうのか、寂しいっていうのかで、人の心の恐怖と言ったらいいのか、分からないです。男女共通に持っている部分があるんでしょうね。男性と女性の共通項は何だか知ってますか？性です。つまりね、性別って言うけど、男性も女性もね、共通が少なくとも半分はあるんですよ。性ね、差がです。そしてこの性っていうのはね、差がもう本能に根ざしているDNA レベルのきっとね、すぐに語りますね僕って。
共通項はねあるんです。男と女は違う、確かに違う。でもね、少なくとも半分はその共通部分が大きいんですよね、きっとね。人類みんな共通してるところのがもしかしたら多いのかななんて思ったりするんですけど、あ、これはね、そう、D なんですね。 D だから、あ、いや、ハーモニカをでも入れてみましょうか。ロードショーでハーモニカを入れたことなかったんですよね。じゃあこのロードショーっていうね、歌をね、このハーモニカを入れてね、ちょっと歌わせてください。で、あ、そう、歌詞中途半端になっちゃいましたけど、それでね、その彼氏がね他の女性といるのを見ちゃった、それを想像してみてください。で、男性は男性なりに想像してください。男女の立場を変えてね、好きな女性がね他の男の人といるのを見ちゃった。俺だったら、なんだお前っつって胸ぐらつかんでぶん殴っちゃうよとか、まあ、ちょっとそれなしにしてくださいね。気持ちはわかるし、うん、なんだけど、それやったらね、ちょっとね歌にならないんですよね。なんか映画館のロビーで見つけてね、で胸ぐらつかんで横面引っ叩きましたっつったら、ちょっとこの歌変わっちゃうし、まあ、女性の場合もね、好きなね、好きですけどしょうがないその男性がね、別の女性と映画館にいて、で自分に気がつかずに自分の前を通って、で映画館のね客席に入っていった、泣くの我慢してますよね。そんな感じで聴いててください。じゃあ今日はハーモニカ入れで。映画館のロビーであなたの笑顔を見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを、パンフレット持つ手が震える私の目の前通って、二人は腕組み赤い扉の中へ消えて行きました。ベルが鳴っています。私の愛を脅かすように明かり消えました。泣いてもいいと教えるように、忙しくて会えないあなたは電話でそう言ってました。私にごめんとすぐに謝ったのはこんなわけですか。私の心に届いた絵はがき、あなたの後からついて行こうと決めて2年過ぎました。幕が閉まります。あなたの愛も終わりでしょうか。明かり灯ります。私一人を映し出すように
映画館の外にはいつものざわめき、見慣れた街角、あなたと私に続く物語だけ今は大事です。あなたと私に続く物語だけ今は大事です。一人の世界で感極まってアレンジしてしまいました、ロードショーですね、うん、なんていうか、明かりが消えてね、泣いてもいいよって教えるようにって、言葉そのものは何の変哲もない、歌、歌詞、表現なんでしょう。でもね、そこのなんて言ったらいいんだろう、感情移入というとちょっと簡潔すぎますね。僕は男ですけども、女性には永遠に、ね、本当の意味の女性にはなれませんけども、でもさっきも言ったように共通部分の方が多いと思ってるんですよ。そうするとね、この女性の気持ちっていうのは分かってるようで、男の立場で分かってるのかもしれない、分かったつもりでいるのかもしれない。そういう意味では本当にこの女性、女心が分かってるとは言えないかもしれないです。でもね、なんて言っていいのか、こう、響くと言っちゃなんですけど、響くんですよ。でここら辺でね、いつも、そろそろクリスマスが近づく、本当にクリスマス近づいてきましたよね。クリスマス、クリスマス、やっぱやっちゃった。クリスマスがね、こう近づいてきたから、いつもだったらね、最後のホーリーナイトとかね、白い恋人たちとかね、なんか歌うんですよ、クリスマスの曲をね。だから今日はね、クリスマスの曲を最後にね、持ってきたいと思うんです。で、最後といっても。最後の2曲ぐらい持ってきたいと思うんですよ。だからお前はいつまで歌うんだっていう感じですよね。で、それじゃあですね、僕のねオリジナルで、きらめきクリスマスっていう可愛い歌があるんですよ。これをね、聴いてください。待ち合わせの場所はいつものモニュメント前、あなたの笑顔に会えるまであと5分、今夜はみんなクリスマス楽しそうね、プレゼント色とりどり街を行き交う、その時バッグの携帯電話があなたの着信を知らせる、今夜は仕事でごめん行けなくなった、そんな言葉を覚悟している私、ねえ君僕はどこにいると思う、振り返ってごらん、ここにいるよ、いたずら笑いをしてるあなたがいて
見た。私ほっとして膨れて涙顔。あなたはひとつウインク投げた。なんて意地悪なサンタさん。クリスマスのきらめきリンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめきリンドンシャララ私へ。さあ君今夜はどこへエスコートしようか。おいしいワインで乾杯、素敵な夜景も見よう。いいえ世界中で一番行きたいところ、もう今私立ってるあなたの隣。どんなに美しい夜景よりも好き、あなたの瞳のきらめき。この世界のすべてあなたの瞳に映るもの、それだけを見つめていたい私。クリスマスのきらめきリンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめきリンドンシャララ私へ。 I wish you Merry Christmas リンドンシャララ Love and Peace。 I wish you Merry Christmas リンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめきリンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめきリンドンシャララ私へ。クリスマスのきらめきリンドンシャララ二人へ。きらめきクリスマスです。YouTube にムービー付きでね、この曲をアップをしてます。よかったらね、このきらめきクリスマス僕のチャンネル覗いて、聞いてみていただけると嬉しいです。それじゃあ、最後の曲をね、最後の曲は最後のホーリーナイトっていう歌をね、今日はね、本当にいつにも増して、もしかしたら長くやってるかもしれないですけどもね。でもね、最後までね、この聞いてくださったり、つまらない親父ギャグを今日はちょっと控えたつもりなのかな、ちょっとあんまり自覚ないんですけど、お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。すごく嬉しいです。最後のホーリーナイトね。ビールあれごめんなさい、コード違った。ビールの影を青く映した銀色の氷のリンクに、クリスマスキャロルが流れるトワイライタイ。まだ好きと急に見上げたね。昨日ついた君のカード、謎かけるように思い出の
夏の写真さ。Last Christmas Eve for you、 本当に好きな人と最後のイブは過ごしたいと書いたね。 Last Christmas Eve for two、 キャンドル消して君は忘れられない夜になると背中で髪を解いた。夜空埋める鈴の音だね、粉雪が静かに降りてく。細い指は窓辺にかざし、大切にすると泣いてたね。君が夏に見てた夢に今答えをくれない僕が悲しかったのさ。Last some sweet memory、 君のドレスにサーザンウィン、光るシャンパングラス左手に踊ったね。 Last some sweet dream for two、 裸のままの言葉話してくれよ、僕を傷つけること怖がらずに。Last Christmas Eve for two、 本当に好きな人と最後のイブは過ごしたいと言ったね。Your restless for silent night、 この夜が明ける頃、大人のドレス着替えると知ってたよ。 I'm so sorry babe、 Last Christmas Eve for you、小さな影が街に消えてゆくまで窓辺でそっと見てる。 Was Christmas Eve for two、 新しいそのドレスとても似合うね、眩しさに目を細め、メリークリスマスとユー、メリークリスマスとユー、メリークリスマス。かっこいい。こういうのって照れ隠しなんですね。本当にメリークリスマスとかで終わったら、なんて自分ってキザなんだろうとか、わざとらしいとか思ったりするでしょ。なんかね、こういうのってね、人間の心理的にはね、自己防衛から来る照れ隠しって、まあ、そんなに自己分析してどうするんですか。最後のホーリーナイトっていう杉山清貴さんの歌でした。最後までね、金曜日の夜、まあ今忘年会シーズンで、まだ外で飲んでいらっしゃる方もね、いらっしゃるかもしれないですけども、まあいらっしゃる方はこれ聞いていらっしゃらないでしょうけども、最後まで皆さんお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。ソラでした。またお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたします。おやすみなさい。